はい、皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。やっすーでございます。白血病闘病生活の気晴らしいね、自宅から動画を配信していきます。この動画でね、白血病が出てしまったたくさんの患者さん、そしてそのご家族、お友達が元気になってもらいますように頑張っていきます。そして皆さん、この動画配信のきっかけにですね、ぜひ献血骨髄バンクにご協力ください。皆様の血液が必要です。日本全国世界中で YouTube を見ている皆様、どうぞよろしくお願いいたします。はい、ストレスが血圧を上げる、ストレスが免疫力を下げる。ストレスというものにはね、いいことなんて一つもありません。まあ、言葉座でもあるようにですね、百害あって一利なしというのが、ね、よく似合いますよね。精神的ね、肉体的ストレスがね、加わり続けるとですね、脳がね、反応して心身に様々なね、弊害をもたらされます。具体的にね、脳にどのような影響があるかと言いますとですね、ストレスによる脳の反応はね、2種類あってですね、最初はね、ノルアドレナリン神経が働いて、脳内物質ノルアドレナリンが分泌されます。すると交感神経が優位になって、戦闘モードにね、スイッチが、ね、入るんです。でこれはね、仕事の時とかね、まあ、スポーツの試合などのね、こう集中力とかね、緊張感がね、この必要な場面で役立つ反応なんです。しかしストレスからね、逃げられなくなるとですね、脳内のストレスの中枢が興奮してしまって、今度はストレスに対してね、抵抗しなくなるんですよ。そのようなね、脳がフリーズした状態でこうなってしまうとですね、心身に悪影響を及ぼしてしまいます。ストレスに対してね、脳が抵抗をやめてしまうとですね、ストレスから体を守ろうとしてね、副腎皮質からね、コルチゾールというストレスホルモンがね、大量に分泌されてね、その作用で高血圧、高血糖となってしまって、免疫力が抑制されて、さまざまなストレス性の病気が起こります。でまたね、ストレス中枢の興奮によってね、うつというね、メンタルの低下もね、起こってしまうんです。でそのストレスからね、脳を守るにはね、セロトニンと呼ばれるね、その脳内物質の分泌がね、非重要となっていきます。でセロトニンはね、同じく脳内物質のね、ノルアドレナリンやね、ドーパミンのね、過剰な分泌をね、抑える働きをしています。でノルアドレナリンがね、その過剰な状態だとですね、まあ、危険を察知するのにこう身を守る働きがあるのでね、結構ね、こうって怒りっぽくね、イライラしてしまうんです。でドーパミンが過剰な状態だとですね、こう満足できないストレスが溜まってしまってですね、欲求がね、抑えられなくなります。でこのバランスをね、調整してですね、脳をね、安定した状態に導いているのがセロトニンなんです。そしてね、ストレスが増えるとね、セロトニンの分泌が減ってしまって、でセロトニンがね、増えるとストレスが減るというね、このお互いはね、このシーソーの関係にあります。でつまりですね、セロトニンの分泌をね、促すことはね、脳に加わるストレスを減らすことになるんです。でセロトニンをね、増やすポイントとしてはですね、太陽の光を浴びる、でリズム運動をする、でグルーミング、スキンシップをする、でこの3つなんです。リズム運動というのはですね、一定のリズムでね、筋肉の緊張とね、収縮を繰り返す運動でね、ウォーキングとかね、サイクリングとか、水泳などがね、有効的です。なのでね、よく晴れたね、朝にね、少し早起きしてですね、太陽の光を浴びながらね、ウォーキングすればね、これは一石二鳥ですよね。ただしですね、大事なのはですね、ウォーキングというのはね、歩くことにね、意識を集中するということです。街中をね、歩くとね、店の看板などがね、いっぱいあって気を取られるのでね、例えば公園とかね、河原などね、歩くのがね、いいですよ。ね、森林浴のようにですね、公園のようなね、まあ、少しの自然にね、触れることでね、ストレスを解消したよというね、研究結果もありますのでね、これはね、すごく効果的だと思います。そして3つ目のグルーミングというのはですね、人と人が触れ合う行為のことを言うんですけどもね、例えば家族ではですね、夫婦でね、肩をマッサージし合ったりとかですね、子供と遊ぶことでね、人と触れ合うことになるじゃないですか。でそうなんもいいんですけどもね、でもね、なんていうか、人と触れることで直接セロトニンがね、出るのではなくてね、この場合はね、オキシトシンというね、愛情ホルモンが分泌されてね、セロトニンのね、発生をね、促してくれます。ほんで他にもですね、まあ、こんなご時世なので直接的に触れ合うのはちょっと難しいんですけどもね、例えばね、親しい友人たちとね、食事やね、親しい同僚と仕事帰りに一杯行くなどをね、同じ趣味の仲間たちをね、過ごす
するのとね、他の人との楽しくコミュニケーションを取るよっていうことにもね、グルーミング効果があります。だからまあ効果は薄いかもしれませんけども、なんていうんですか、リモート飲み会でもね、きっとね、これはグルーミングね、令和のグルーミングになるんやと思います。ほんでまたね、人ではなくてもね、猫ちゃんとかワンちゃんとかでもね、ペットと触れ合うのでもね、いいと言います。まあそしてね、セロトニンをね、増やす、まあ他の方法としてもですね、その原料となる食事、まあ栄養素にもですね、気を配った方がいいです。でセロトニンはね、必須アミノ酸の一種でね、トリプトファンから作られています。で、これっていうのがね、体の中ではね、合成されにくいので、食事内容が悪いとね、セロトニンの分泌にも影響してきます。ただし、トリプトファンだけではなくてですね、セロトニンの合成に必要なね、ビタミン B6 とかね、セロトニン神経の働きをね、活発にするね、炭水化物もね、摂ることが大切なんです。イライラしたらね、炭水化物をとね、覚えていたらね、すぐに行動を移せそうですよね。まあ、あまり食べ過ぎはよくありませんけども、ストレス解消にスイーツというのはね、なかなか理にかなってるんやと思います。そしてそんなトリプトファンを含む食材なんですけどもね、大豆製品、乳製品、卵、鶏の卵、魚の卵、ごまでしょ、で、ナッツ、で、かつお節、で、アボカド、バナナなどがあります。次にね、ビタミン B6 を含む食材としてはですね、主に魚ですね、鮭、サンマ、イワシ、マグロ、カツオ、サバ、そして、先ほども出てきましたバナナ、ニンニク、生姜、玄米、大豆などです。そして、ね、まあ、炭水化物をね、まあ、含む食材をね、まあ、一応挙げときますけども、まあ、ご飯でしょ、麺類、パン類、芋類ね、果物などですね。このようにね、とてもね、大事な食材を食べる食事というのはですね、栄養摂取だけではなくね、リズム運動にもなるんです。なのでね、朝食を抜いたりせずにね、3食欠かさず食べるんだよというこのリズムを意識してみましょう。でそんなね、食事の時にはね、食べるという行動をしますよね。でそのようなね、その物を食べる行動をというその研究で、ガムをね、20分間噛んで血液中のセロトニン濃度の変化をね、調べたところですね、噛む直前に比べて噛んだ直後は 8% の上昇が見られて、さらに30分後でもね、 7% の上昇を、ね、維持しましたというふうに、ね、広告があるんです。すごいですよね。物を食べる、噛むというね、行動だけでね、このような効果がね、得られるんですよ。なのでね、そのウォーキングなどね、その体を動かすリズム運動をね、する時間がない人っていうのはね、食事以外の時間にガムを20分程度噛むのもね、いいと言われています。その時もね、噛むことにこう集中してですね、リズミカルにね、噛むことがね、ポイントとなると言います。一日を通してね、食事をするリズムとね、食事中に噛むリズムによってですね、セロトニンが分泌されて、ね、ストレスを解消することができますので、これからね、気がついたらね、食事中にね、お母さんにバレないようにね、リズムに乗って楽しく噛んでみてください。そんな感じで今日は以上です。今日も最後まで見ていただきましてありがとうございました。バイバイ。僕は元気でーす。